はい、こんにちは、ぐっちです。しのすけです。本日もご視聴いただきありがとうございます。GS ですと。ですね。で、GS をカスタム動画を以前にも上げたんですが、こちらです。ここと、よいしょ。ここ、本当はシルバーです。シルバーなんですけど、カスタムをしまして、グレーメタリックになってます。これは、また別動画でできたらあげたいなと思ってるんですけど、塗装ではないです。塗装ではないので、いつでも剥がせます。元に戻せます。その時からね、言われているこの黒いやつ。黒いやつ。これどうやってやってんのっていうのをよく聞くんで、そのところからトップケースが来たら言うから待っててねといったトップケースがやってきました。なんで今回はどうやってこれをやってるかを紹介したいと思うんですけども、ですね、まず、ラッピングじゃないのと聞かれましたが、ラッピングではないですと。で、塗装かと言われたら、塗装の仲間なんですけど、塗装じゃないんです。どういうことかというと、実は、こういう感じで、ちょっとね、カスがついてると思うんですけど、わざとちょっと多めに今回やりまして、こんな感じでラバースプレーというものがあります。持ってきてあげますっけ？うん。熱っ。はい、こういうラバースプレーというものがあります。関西の元文化で黒い狐さんが一回やってましたが、あれからヒントを得まして、これラバースプレーで塗ってます。なんで、降りるとき、売却するときはこれ剥がせば元に戻ると。失敗したらやり直せばいいというパターンのものです。でね、どういうことかというと、ここちょっと分かりやすく、ここ、分かりやすくしてますけど、あきのすけ、剥がしてみて。朝からそれ剥がしたかったあきのすけ、いいよ。うん。なんか日焼けの皮みたい。そうそうそう。剥がせないの？いや、いくやろ。あよ、ペリペリペリって。ペリペリって。何やってんの君は。ちょっとあんなに朝から剥がせたい言ってたから。あ、いた。はい。あ、こういうやつ、こう。あ、あれ。何やってんの。いい感じに取る。薄皮一枚で繋がってますよと。ピヨイーン。映ってる。映ってるよ。ピヨイーン。なんか消しゴムで消した方がいいな。そうだね、ちょっとした圧力で。あります。こんな感じですね。こんな感じで剥がれますね。まあ綺麗に剥がれるんで、やりすぎた場合は別にこれ剥がせば。ここもいらんとこか。ここもいらんとこ。もう綺麗に濡れすぎててやらんでよかったね。そうそう。やらんこんなのこう剥がせば。はい。はい。カスだけゴミ箱にしてれば。はい。いいかなと思います。で、わざとこうね、ちょっとミスじゃないです。ちゃんとわざと残してます。これを今からちょっと塗ってみたいと思います。で、普通のスプレーなんて普通にね、やりましょう。で、気をつけなきゃいけないのは、バッとやると色が濃くなるので、最初は1回目は薄く。これぐらい。で、数分乾かすのを待ってくださいね。他にもね、今回いろいろとやってる間に、だいぶ見えなくなってきたかなと。もうこっちはもう何回もやってるから分かんなくなった。ここ分かんなくなったでしょ？分かんなくなりましたね。ここも多分もう最初知ってないと分かんない。よいしょ。はい、ということで何回か塗り重ねましたけど、ほら、わかんないでしょ。もうここにありましたけど、ありませんねと。こっちも、この辺に、これも消えましたねと。こんな感じでね、簡単に塗ったり剥がしたりできるので、何か当たって削れることはこうやってあるんですけど、その時は上から重ね塗りすれば、綺麗に塗れますんで、おすすめです。塗装するよりね、お手軽です。あれ1本なんぼだったかもしれましたけど、結構5本セットぐらいで買って、5本セットで多分パニア左右塗るのに1本使う使わないレベルで、トップケースで1本の半分ぐらい。だから2本あれば、3点セットが塗り終わりますかね。で、残ったやつが補修に使えばいいかなと。そこのも同じように塗れますので。はい。ということで、GS、お前どうやって黒くしてんのという答え合わせをやってみました。まあ、答えとしては、ラバースプレーで黒く塗装してますと。で、マットで、サルツザラザラのマットなんですけど、まあ、ラメが入ってるようにちょっとテカってるように、ちょっとまだ乾いてないんであれですけど、乾くと、違和感なく色がつきますので、皆さんやってみてください。失敗したら剥がせます。で、うまくいかなかったら剥がせばいいだけですし、売るときは剥がせばなんでもないです。もうそうしちゃうとね、売るときにちょっと色困ると思うんですけど、色と変わらないです。今黒になってますけど、黒以外に種類があるので、興味のある方は探してみてください。概要欄に買ったものは置いておきますので、そちらをご覧ください。では、Ardo1301 トリプルブラックどうやって黒くしてるかシリーズでした。他の動画もご視聴ください。それでは本日のここまでさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。